はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。こちらは早めに紹介できているといいね。てわけで今回は久々の診断、よっと総動仮面ライダーガッチャード第6弾フィーチャリング総動仮面ライダーギーツ。第5弾からまあまあ間が空きましたね。ということでまずは軽くラインナップ。1と2の箱でスターガッチャード、映画に登場したフォーム。3と4でファイヤーガッチャードスチームホッパー。5と6でドレッドゼロ式。7、8でファイヤーガッチャードデイブレイクスチームホッパー。名前が長い。9と10で V シネに登場したドゥームズギーツ。今回はこのドゥームズギーツが争奪戦になってるっぽかったかな。そんな全10種類5体のフィギュアを紹介していこう。というわけで、こっちの時空ではまだ貼れていないんだけど、シール貼りライブに来てくれた方々ありがとうございました。てなわけで、まずはスターガッチャードのシールを貼っていない状態。パッと見でなかなか塗装は入ってるね。各レベル点、水色のリクション以外はメタリック塗装が入ってる。で、シールの枚数に関しては、まあまあありますね。あとサイズがでっかい。メタリック塗装は入ってるんだけど、まあ細かい部分でやっぱり貼らなきゃいけないからね。ってことで、シールを貼ったものがこちらです。いやー、1時間半以上。めちゃくちゃ貼るの時間かかったな。すごい貼るの時間かかったんだけど、まあやっぱりなんやかんやで見栄えはいいね。そんなわけでまずはお顔の方。スターガッチャードなだけに顔が星っぽいね。ゴールドのところも大体塗装だからね。複眼の方は虹色ってほどではないけど、いろんな色のグラデーション。だいぶ全体的に鋭くエッジが立ってるね。横から見てもなかなかシャキーンとなってるわ。胴体にはビークル属性のレベル10。エクシードファイター。レベル10ケミーが割とそのままついてるからね。ボディでもなんとなく星らしさはあるかな。エクシードファイターの下のところもゴールドになっていて、襟のところとかすごいね。めちゃくちゃ鋭いし、やっぱりゴールドの塗装がすごい綺麗。エクシードファイターもメタリックブルーの塗装は入ってるんだけど、まあやっぱり顔周りが結構複雑というか、いろんな色が入ってるから、顔とか翼のところはシールね。で、ちょっと隠れてるけど、肩アーマーの金のところはシール。こういう立体的なところもなかなか貼るの難しいからね。そして腕の装備、右にはビートルクス。カブトムシ型のケミーなんで、こう先端に角が生えてる。ところどころにこういうマイナスネジもついていて、メカメカしさもあるね。で、逆側にはリクシオン。アニマル属性でライオン型。リクシオンはメタリック塗装になっていないんだけど、顔周りのところはまあなんとなくシールでメタリック感は出てるかな。装備的にはなんかちょっとグリップを握ってるようになってんのかな。ナックル型の装備のような見た目。で、一旦ぐるっと後ろ姿。背中には金のマントが2枚。ここのところもまるっとシールだからね。表と裏の2枚組みたいになっていて、成形色の隙間をなくすためにも全体を覆ってるから、マフラー部分のシールに関しては結構位置合わせが難しかった。剥がしたやつだけど、実際のシールはまあこんなでっかくなっていて、マフラーよりでっかくて縁のところに切れ込みが入っていて、切れ込みを内側で畳んで、ほぼマフラーと同じ形のものでその隙間を埋めることで隙間なくシールを貼ることができるっていう構造なんだけど、まあほんとむずい。従来だったらこういうところは大体塗装されていたと思うんだけど、割と他のところでメタリック塗装もやっちゃってるからね。コストの兼ね合いでおそらくここのところはシールになったんじゃないかと、そんな気はしますね。正面戻ってお腹にはエクスガッチャリバーつけてるガッチャードライバー。もちろんベルト周りも完全シールだし、とんがった前だれのところも貼ってますね。ももの方、金縁だったりオレンジの矢印を貼っていて、内側のなんだろう、ターコイズブルーみたいな、外側の装甲より色が濃くなってるんだけど、ここのところも何気塗装ですね。そう、おそらくここの二の腕のところも塗装になってるから、スターガッチャード結構塗装箇所多いんだよね。で、足元には重量級の2体。左足にはプラント属性のゼグドラシル。ゼルダで言ったらデクノキ様みたいな大木。メタリックな銅色になっていて、金の眉毛だったり目のところがシール。顔周りは楽だったんだけど、細かい部分でここ、ちょっと飛び出てるこのとんがってるところ。と、あと本来のガッチャードにもついてるなんか丸型のやつ。ここら辺もちゃんとゼグドラシルカラーになってるってことでシールを貼っています。こんなところまでなかなかがっつり再現はしてくれてる。で、靴の方は筋が入っていてなかなかごっついね。で、右足はテンフォートレス。アーティファクト属性でお城だったり要塞モチーフ。レンガ調の建物でこっちはだいぶ角張っている。おでこの窓とかを再現するためにシールを貼っていたり、ヒゲだったり赤い目、お城のてっぺんに3つの丸。横から見るとわかるけど、大砲みたいな武装部分の先端がシール。で、テンフォートレスの方もこの横のとんがってるところがまたシルバーになってるんで、そこもちゃんとシールを貼って再現されています。足に関してはあの戦車のキャタピラみたいになってるね。後ろから見てもお二方なかなか造形細かいね。そして付属品で剣の状態のエクスガッチャリバーとガッチャリバーなしのドライバー。軽く剣を振ったポーズしてるけど、この2枚のマフラーいいね。まあまあ長いし稼働もしてくれるからなかなか躍動感が出る。ガッチャリバーなしのドライバー、一応これ前だれ外さないといけないんだよね。
前だれに関してはこのジョイントの後ろのところがちょっと隙間空いてるというかへこんでるんで、後ろ方向に引っ張ると取れます。あと何が足元のこの2人もいいね。大きく足を開いても足首のところに角度がつくんで問題なくバッチリ自立ができます。続きましてファイヤーガッチャード。ファイヤーガッチャードも名前の通りファイヤーパターンなんか結構入ってるから、模様的に塗装じゃ難しいところだから、まあ仕入れも増えるし、加えてこの箱にはバルバラドのやつ、オロチショベルカスタムの装備なんかも入ってるんで、ファイヤーガッチャード本人以外の仕入れも割と入っています。ってことでシールを貼ったものがこちらです。いやー、貼るとやっぱり密度がすごいね。正当進化の強化形態。ちなみにこれが通常のスチームホッパー。下半身には特に変化入っていなくて上半身だね。肩アーマーとかベーサー残しながらファイヤー。顔の時点でここのゴーグルだったり横から飛び出てるファイヤーなところ。グラデーションとかも入っていろんな色が混じってるからね。ここら辺はもう必然的にシールになってくるけど、まあスターガッチャードと比べたら割と早めに貼れたかな。それと比べたらファイヤーはまだ全然楽な方だわ。胸部アーマーの方はでっかい火の玉、ボディと襟が一体化している。パッションアタノールの炎の方もあのブルーになってるね。炎は青い方が温度高いからね。がっつり目に赤い模様なんかも入りつつ、胸部のアーマーに関してはまあガッチャード系大体外れるんで、外した方が貼りやすいと放送中にアドバイスもらいながらやりましたね。ここら辺造形も入ってるから立体感出しもなかなか楽しい。でも正面から見えてるけど背中にはかなりでっかい装備。名前はファイヤードッカーンっていうのか、アホみたいな名前。ストレートのネーミングいいね。ファイヤーガッチャードの推進機、背中からジェット噴射が出て高速移動ができる。だいぶ影になってるけどこの奥まったところにもシール貼ってるからね。オレンジのこんな奥の方にシール貼ること少ないからなかなか新鮮だったわ。4方向にこのベルトについてるイグナイターみたいな、名称わかんないけどなんかすごい物々しいものがついていて、ここは稼働する。ジェット噴射してライダーキックする時とかになんかこう畳んでね、すぼまったような形になってるっていうのを再現できる。背中のところもこうバッテになっていてクロスをイメージしてんのかな。腕の方にも複雑なファイヤーパターン模様としっかりホルダー、お腹にはガッチャーイグナイターをつけた状態のガッチャードライバー。1枚のシールで全体を覆ってるから、まあなかなか貼るの難しいね、ベルト周りは。であと下半身に関してはまあそんな違いはないんだけど、総動的な違いで言ったらここのモモのところも塗装が入りましたね。通常スチームホッパーの方では成型色だったから、なんか今回は塗装されていて見栄えがアップしてるね。でファイヤーガッチャードにはせいぜいパワーの手ぐらいしか付属品はないんで、シンプルにライダーキック。キックの直前のなんかパワー貯めてる時に背中からアンカー出てくるのかっこよかったな。まあ総動でポーズやろうと思ったらこれが限界かな。付属品はどっちかって言ったら前回第5弾の仮面ライダーバルバラドのオロチショベルカスタムにする用のパーツ。全体塗装されてるけどこれもまあまあシールは貼ってるからね。まずは胸の真ん中のパーツをよそと外して、ここにオロチの顔がついたやつを付け替える。腕の方は外側のファイヤーが出てるパーツを外して、腕パーツ下のところを分割してショベルを腕に接続、外したパーツを上から被せれば両腕にショベルをつけたオロチショベルカスタムの完成。ショベルと先端部分にヤマタじゃジャマタのオロチの顔がついている。顔が入っていて造形もだいぶ細かいね。あとファイヤーガッチャードじゃなくてなぜかスターガッチャードの方にシールで入ってるんだけど、この辺のシールを使うことによってこれね、台座のシールもついてるんだけど、ファイヤーガッチャードアッパレスケボーの姿にもできる。ただこれに関してはアッパレスケボーの方のシールを変えないといけないっていうのがあるから、余分に持ってる人はこの辺を使って差し替えなんかもできるね。あーでもこれどうだろう、お腹のシールはファイヤーガッチャードとこれ入れ替えなきゃいけないのかな。そうなるとファイヤーガッチャードももう一体いるのか。ちょっと僕はやんないけどシールでその辺も再現できます。お次はドレッドゼロ式。パッと見た感じマフラー部分しか塗装は目立たないけど、おでこのオーシグナルだったりちょいちょい黒いところも塗装されてる。でシール枚数に関しても今回一番少ないね。まあ結構細々とはしてるけど、加えてドレッドの方にもこちらね、バルバラドのエンジアコプターカスタムのものが入っています。この辺もがっつりメタリックブルー塗装入っていていいね。んじゃ出来上がったものを見ていきましょう。すいませんね、これに関してはあの配信外で貼ったんだけど、まあこれは時間かかんなかったね。ほぼ黒に近いようなネイビー、そんな黒い中に入ってる黄色だったり赤、ポツポツと赤で色が入ってるっていうのはなんともかっこいいわ。顔つきもいかにものダークライダー顔で好きだわ。鋭い目つきになんか角のようなものが生えている。頭の溝のところに黄色から赤のグラデーション。隙間の明るい色がいいね。胴体の方も胸部がなんとなく肋骨のような隙間が空いている。ドレッドはどことなく骨々しい感じはあるかな。隙間のところがまた明るい色で。
細々と金のリベットなんかも入ってる。肩幅は鋭くとんがっていて、外側のところにも結構でっかめの丸。ぐるっと後ろを向けばちょっとボロボロなマフラー。どことなく仮面ライダースカルを思い出すな。ボロボロマフラーの方は塗装されていて、背中の造形も細かいね。中心部分が人工脊髄テイストになっていて、シールとか塗装は入っていないんだけど、リベット造形はありますね。腕の方もシンプルながら滑らかな曲線の形状がいいな。手の甲のところにもメタリックな赤黄色グラデーション。お腹には変身ベルトのドレッドライバー。グリップの隙間が空いてんのも細かいね。形状が形状だからか、シールに関しては3分割ぐらいされてたから、ここもまあ貼るのは簡単だったかな。腰の横のところにはカードのホルダーをつけている。で、下半身ももの内側のところがブラックになっていて、ここは黒い塗装かな。成形色のツヤありのネイビーに対してツヤ消しっぽい感じの質感、質感のコントラストがまた素晴らしい。足の方もこのリベットだったり細い隙間のところは大体シール。靴の方はなんか野生的な爪っぽくなってるんだね。で、ドレッド自体の付属品に関しては、まあこっちもさっきのあのファイヤーガッチャードみたいな感じで、せいぜいパーの手がついてくるぐらいなんで、こっちに手を向けておこう。レプリバレットバーンを使った時のあれなんだ、ブラッディ BB って言うんだ。絶対デラックス版でおもちゃ出ないだろうなっていう形状してる銃だったり、あとレプリアッパレ武士道の刀、ブラッディ AB。 武器関係も欲しかったけどね。そして再びバルバラド、いろんなものを外した状態。さっきと同様に胸部にパーツを取り付けて、メタリックの反射がすごい神々しくなってる。反射するほどのメタリックブルーの装甲をつけて、右腕には翼の装備、左腕にはヘリコプター。これでエンジェコプターカスタムの完成。エンジェリードと激オコプター。ヘリコプターのこのリングにすごい細かく文字が入っていて、ここら辺もエンジェル要素かな。プロペラには回転があります。先端部分ガトリングがついていて、肘の後ろのところにはしっかり炎が出てる。エンジェルの方はキューピッドの矢を模したようなボウガンかな。羽がだいぶでっかいね。ここのところもファイヤー。こっちはシール貼る手間そんなになかったかな。色といいデザインといい、結構好きなタイプのカスタム。胸に神々しい翼が入るっていうのもいいね。ガッチャード勢はこれで最後。ファイヤーガッチャードデイブレイク、スチームホッパー。基本的にオレンジのところが塗装されてる。背中についてるでっかいマント、あ、そっか、これファイヤーパターンね。ファイヤーパターン入ってるから、ここのシール貼り大変そうだな。実際シールの方は7の箱だよ。そうだ、武器関係も入ってる。8の箱も折りたたまれていて、まあ、こっちも結構各所にファイヤーパターン入ってるからね、模様的にシールになっちゃってもしょうがない。で、さらに8の箱もマント用のファイヤーパターンが2枚入ってる。面積的に裏表である感じか。じゃあこちらも完成したものを見ていきましょう。元はもう普通にガッチャードだから、まあ造形的には大体同じなんだよね。全体が赤くなっていて、各所にファイヤーパターンが入ってる。で、マフラーではなくてでっかいマントをつけている。付属品でオレンジのマフラーもついてるけどね。形は同じなんだけど、やっぱりまあファイヤーパターンがでっかいね。ファイヤーの影響でシール貼るのもまあまあ時間かかったわ。てなわけで、顔の段階からだいぶファイヤー入ってるね。ゴーグルが燃えていて、その上のおでこのところもファイヤー。副眼がブルーになっていて、おそらく通常ガッチャードの反転カラー。全体のオレンジとブルーが入れ替わってる。ボディも胸の真ん中の煙突、胸部のアーマー、肩アーマーもメラメラと燃えている。パッションアタノールの方が青い炎。顔面には割とシルバー入ってるけど、ボディはシルバーがとことんなくなったね。だからちょっと配色なんかも違ったりする。脇腹のところもシルバーではなくて完全にオレンジ。腕にもファイヤーが入りつつホルダー。背中の煉獄さんを思わせるようなでっかいマント。マントがね、でっかくてまたかっこいいんだけど、シール貼るのはなかなか難しかったね。下半分のメラメラと燃えてるところが全体的にシールになってますから。しかもそれが外側と内側。両面焼きになってるもんだから、この前後を間違えないようにってあの注意もあるし。貼る位置も頑張って合わせたんだけど、これはね、多分どう貼ってもちょっとずれると思う。合わせ方で一番いいのはこの下の欠けてるところかな。ここら辺に合わせて貼ればズレは少なくできるかもしんない。腰にはイグナイター付きのガッチャードライバー。あとイグナイターが付いてる以外に、ここの外側のなんかあのグリップのところ、グリップの方も通常のガッチャードライバーと比べると赤くなってるんですよね。そんな色の違いなんかもシールで再現。ついでに見比べながら足回り、ももの装甲の外側からスネアーマーから膝アーマーまでひたすらメラメラ燃えていて、まあここら辺に関してはシールに関してはそんな違いはないかな。まあやっぱりこの中心にある銀のラインがなくなったりっていうくらいかな、違いは。付属品はガッチャートルネードとパーの手。トルネードはもう全体がオレンジ塗装になっていて、貼る部分がこのカードの回転するところ。ここぐらいだったからシール貼るのはめっちゃ楽だった。で、あとはガッチャージガンもついてるんだけども、これ全体的に貼ってるからね。表面だけじゃなくてこの裏のところまで貼ってるから、全体に貼ってるから大変だったわ。あとデイブレイクのガッチャージガンって言ったらやっぱりね、二丁拳銃にしたくなるね。過去段のやつを使えば二丁にもできる。てかトルネードといいガッチャージガンといい、オレンジ色だからデイブレイクとすごい見た目的に
ってるわ。さらにイグナイターなしのベルトとオレンジのマフラーもついてるんで、仮面ライダーガッチャードデイブレイク、スチームホッパー、ファイヤーがつかないやつ、この状態も作ることができます。ベルトの比較こっちの方が断然わかりやすかったね。やっぱりサイドのところがこっちの方が赤くなってる。最後にフィーチャリングギーツの部分のドゥームズギーツ、ブラックゴールドのカラーリング、この時点でなかなか凄みがあるね。顔だったりマントだったり、あとそしてこれね、今回のドゥームズギーツ人気に関しては半分ぐらいこれが原因じゃないかな。ギーツのブーストマーク3の上半身が丸々入ってる。単純にドゥームズギーツもかっこいいんだけど、これ欲しさに買ったって人もいるだろうね。言うなれば上半身2人分シールあるからね。ちょっと前後したけど、旧箱目の方もご覧の通り、なんだったらこれマーク3の方がでっかくねえか、面積。マーク3分のシールが多いんじゃないかっていうのもありますけど、ともかく完成したドゥームズをどうぞ。ドゥームズいいゴールド加減。オレンジすぎないようなこの上品なゴールドいいな。カラーで言ったらこれが一番標準的な狐に近いかもね。外観に関してはギーツ9ではなくてほぼクロスギーツかな。走行に関しては見た感じほぼ共通だもんね。あ、でもマントの形状に関してはギーツ9のものか。この3人が並び立つのいいな。だいぶなんか圧があるね。そんなわけでドゥームズすげえ目つき。目のところに黒いラインが入ってるから引き締まって見えて、なんか余計鋭く見えんのかな。顔だけでもなかなかシール枚数あった気がするな。ボディ、首だったり胸部だったりお腹のライン、肩アーマーもこの真ん中の複雑なところ、ここら辺ももう塗装でどうこうって話じゃないからね。クロスギーツと比べてもシールは多かったと思います。この腕のところも外側若干グラデーション入ってるもんね。でぐるっと後ろにはでっかいマントがついていて、ナインテイルと同じで左右で2枚、真ん中で1枚という3枚構成で、シールに関してはこっちの内側の方に貼ってる。特にこの中心部分、シールの柄的にはこっちの外側に貼るような形状になってるんだけど、貼るのはあくまで内側ってことになっています。ここら辺若干ややこしかったな。あくまでドゥームズギーツを正面から見た時の表がこっちっていうことかな。で変身ベルトのデザイアドライバーにはドゥームズギーツレイズバックルをつけています。ブーストマーク9レイズバックルと同型のやつ、ゴールドになっていて、キツネの顔の部分が別のシールで、下半身ももの周りのところもなかなかの情報量、腰につながるラインから丸っきりシールを貼っていて、膝下のゴールドに関しては塗装で、この下のところにホワイトのラインだったり三角がついてるんだけど、ここ貼る位置注意ね。僕は配信中最初貼る位置間違えたんだけど、ゴールド、ブラック、ホワイトっていうこういう並びになるよね。ゴールドのすぐ下のところが位置的に合わせやすいんだけど、一番下足首のところに合わせてこの隙間を開けないといけない。マントの表裏だったりここら辺に気をつけよう。そしてドゥームズギーツの付属品としてはパーの手と武器、この武器名前なんかついてんのかな。調べてみた感じそんなしっかり名前はついてないのかな。ギーツバスター QB9 と同型のやつ。ブーストマーク3は何かしら適当なエントリーの下半身をお借りして、上半身入れ替えてマーク3バックルのものと交換、これで完成。ブーストフォームマーク3、見た目的には上半身ブーストが真っ白になった感じ。胸部の形状とか肩アーマーに関してとも同じだもんね。違いって言ったら腕のマフラーが狐の尻尾になってる。ちなみにこの狐の尻尾、最初はなんかあのゴールドの成形色だったんで、ここが何気大変だった。あとお腹の方にも赤い円形のラインが入ってる。マーク3はちょっとあのシールの位置合わせが難しかったかな。生放送中にここどうしたらいいってあのアドバイスもらいながらやってたんだけど、脇の曲線に合わせて貼るとちょうどいい。で肩アーマーのこの外側の円形部分ね、ここに関しては説明書の番号がなんか逆になってるみたいな、そこら辺で若干混乱したんだけど、ポイントとしてはここの赤いラインが前面に来るように、側面三角に関しては逆三角になるようにっていう、そこら辺に注意っていう感じでしたね。でベルトに関してもなんかあの造形にズレがあるらしかったけど、ズレがありつつもバックルをシールで再現しています。あとは付属品で手首も入っています。パーの手で前かがみするのがおすすめ。おかげさまで11周年。はい、というわけで今回は総動仮面ライダーガッチャード第6弾、フィーチャリング総動仮面ライダーギーツの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。一通りなかなかやっぱりシール貼るのは時間かかるけど、貼るのに時間かかるんだけど、まあそれも楽しみの一つであるから、人によるかもしんないけど、僕は生配信とかしながら割と楽しく貼ってますからね。まあ、ちょっとちびっこには大変だろうなっていう部分も多いっちゃ多いんだけど、貼ると完成度も高いし達成感もなかなかあります。今回はラインナップの幅も広くて、ガッチャードを中心に本編に出てきたものから映画に登場したものまで、ギーツに関しては V シネ関係も出ます。
ましたから、特にデイブレイクに関してはそろそろ映画もやりますから、なかなかいいタイミングで出てくれたと思いますね。でガッチャードの騒動に関しては次の第7弾の方が最終弾で、8月発売で、プラチナガッチャード、アイアンガッチャード、ドレッドの3式、ウィンドだったりレジェンダリーレジェンド、最終にして完全にガッチャードだけのラインナップ、ここ最近そうなりつつあるけど、最終フォームに関しては最終弾に入ってこないと、ギーツ9の時点で騒動ガッチャードの第1弾の方に来てるから、こういう流れになっていくんだろうね。また第7弾の方も買ったら紹介するんで、シール貼りともどもよろしかったらご覧ください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。